はい、お待たせして申し訳ありませんでした。今日は私から4項目発表させていただきます。で、最初にですね、お手元に明後日から始まる G7 の環境大臣会合関連のですね、全体の日程が配布されていると思いますので、ご覧いただきたいと思いますが、すでに今日の13日、午後1時からのオープニングセレモニーは、先ほど終わったところでありまして、この後ですね、夕方ぐらいまで富山情報館、富山環境展、また14、15も16も続けるという、こういうことでございます。から明日はですね、地元主催のエクスカーション半日コース高岡方面と、から同じく地元主催のエクスカーションで1日コース立山方面というのがございます。なお明日の4時から4時20分まで、記念食事を、冠水公園でやることに、いたしております。それからその内容は後ほど話しますが、あと明日の6時半から30分、イギリスの環境担当の局長さんと私とでバイ会談を行うことにしております。また明日の8時から地元主催のレセプションがございます。から15日はいよいよ大臣会合の1日目ということで、セッション1、2と3と、ランチセッションも含めると4つあることになります。それからその日曜の夕方は環境省としての今度はレセプションがございます。から月曜日16日は朝食セッションというのがございまして、ここでいくつかのテーマを話されるんですが、その一つが海洋ごみの問題でして、これについては私も参加させていただいて、富山県の状況とかその取り組みについて、各国の大臣に直接お話をすると、また意見交換するというふうになっております。それからその後が大臣会合のセッション4、またランチセッションがありまして、その後プレスカンファレンスと、からその後が環境省の方のご主催のエクスカーションということですけれども、内山邸県民会館痛々病資料館、をご覧になると、特に内山邸痛々病資料館については、各国大臣も相当程度ご参加、かなりというかほとんど参加されるようにも聞いておりますので、これについては私も、同行しまして、それぞれの館長さんなどと一緒に説明をさせていただくということにいたしております。